ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのさきです。今回お届けするテーマはこちら、高級ホテルの間違いでしょう。日本の最新豪華寝台列車に外国人が衝撃を受ける。日本の豪華寝台列車に外国人が驚愕しまくっています。海外では日本でしかありえないと言われているほどすごいらしいのですが、一体どんだけゴージャスな寝台列車なのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。日本の豪華寝台列車がすごすぎると海外で大きな話題になっています。まず紹介するのは、2017年5月からJR 東日本が運行を開始した寝台列車トランスイート四季島。上野駅を起点に東日本を周回するクルーズトレインで、5、6月には関東甲信越を回る1泊2日コース、東北、北海道を周回する3泊4日コースが用意されています。その他には季節に応じて2泊3日の冬コースや1泊2日の年末年始コースなどもあり、1年を通じて日本各地の景勝地や観光地を楽しむことができるのだそう。驚きなのがその旅行料金。例えば1泊2日コースであれば1人当たりなんと32万円から45万円、3泊4日コースに至っては驚愕の74万円から95万円もかかるのです。こんな高額旅行、どんなセレブが行くんだって感じですが、なんと2017年5月の初日の3泊4日コースが最高倍率76倍、平均倍率でも 6.6 倍とかなり高い人気を誇っているのです。運行開始直前には初めてそのゴージャスな車内の様子がマスコミにも公開されたのですが、海外では Facebook 上で8万回以上シェアされ、再生数も驚異の300万回以上。外国人からの反響が半端ないことがよくわかりますよね。次に紹介するのは、2013年10月から JR 九州が運行している豪華寝台列車七つ星 in 九州。九州各地の自然や食、歴史などを満喫するのを目的としたクルーズトレインで、七つ星という名前は九州の7つの県を由来としています。そしてこれまた料金が桁違い。時期によって変動がありますが、一番安くても1泊2日コースでなんと1人25万円前後、3泊4日コースでは1人90万円前後と、トランスイート四季島に勝るとも劣らない超高級列車なのです。2016年には第1回日本サービス大賞で内閣総理大臣賞を受賞。そう、車両の豪華さだけではなく、サービス面でも高い評価を得ているのです。こちらも海外のサイトでおすすめの旅として取り上げられることが激増しており、外国人から驚きと感嘆の声が殺到。七つ星 in 九州はトランスイート四季島と双璧をなす豪華寝台列車ってことですね。もちろん先ほどご説明した通り、豪華寝台列車に対する海外からの反響もめちゃくちゃ大きく、多くの外国人からコメントが殺到していました。飛行機のファーストクラス並みじゃないか、なんて美しさだ。僕の国にあんな豪華で綺麗な列車が誕生するなんてことは、多分この先3000年以内には起こらないだろう。私は日本人が好きで仕方ない。独自性を持って集中して物事に取り組んでいる。彼らの文化にはいつも感銘を受けている。いや、日本だから可能なんだって。こっちで走らせたって故障ばかりでラグジュアリー感なんて絶対出ないだろう。例えばアメリカで同じような列車を走らせようとしたら、豪華さはこれの半分で費用は3倍になるだろう。イギリスだったらトイレが故障して使えなくなるな。しかも
雪や落ち葉の影響で頻繁に運休になりそう。代金も日本の5倍くらいになるのでは？日本の企業には人を楽しませるという発想がある。その点に関しては私の国とは真逆と言っていい。こんなの誰が見たって日本じゃないか。テクノロジーと豪華さと日本ならではの魅力だ。そういった要素が見事に融合しているね。まだ日本のターンなのかよ。こういった話題はいつだって日本からだ。皆さん、大絶賛を通り越して豪華寝台列車をこの世のものではないものを見るように感じているじゃないですか。外国人に自分の国では絶対に無理と言わせるような豪華寝台列車を運行させるなんて、さすがは日本ですよね。さて、ここまで見てきて料金がとんでもないことになっていることはよく分かったと思いますが、実際その高額料金に見合うような旅になっているのでしょうか。例としてトランスイート四季島の1泊2日コースに当選した方の体験談を見ていきたいと思います。この旅行者は出発の1時間ほど前の午前8時頃に上野駅に到着。実は列車に乗る前からもうすでに特別感を味わえることに。なんといきなり上野駅13番線近くにあるプロローグ四季島というラウンジに通され、荷物を預けたり軽い朝食をいただけたりするのです。しかもプロローグ四季島には直接向かうのではなく、駅にいる専用スタッフに声をかけて入り口に案内してもらうのだとか。いや、どんだけゴージャスなのでしょうか。しかも出てくるおしぼりやコーヒーカップにも全て四季島マークが印字されており、ここからもう旅のワクワク感が増してきてますよね。そしていよいよ一組ずつ呼ばれて順番に乗車開始。車内にはトランスイート四季島のために新規開発されたという香水の香りがほのかに漂っています。この方も客室に通されたのですが、これまた客室も超豪華。そのモダンなデザインの部屋には大きくて高級なベッドが2つ、窓も超大きいのです。そう、まるで高級ホテルのスイートルームのよう。なお大窓はシェードを下ろした状態になっており、部屋の中のプライバシーを守りながら外の風景を楽しめるようになっていました。もちろん照明も明るすぎず、実に落ち着いた雰囲気。部屋に完備されたシャワールームも超ピカピカ。しかもお湯には使用制限がないとのこと。そしてすぐにウェルカムドリンクとしてシャンパンが出てきました。いや、あまりに非日常的すぎて朝の上野駅にいることを忘れてしまいそうですよね。そんな極上のおもてなしに使っていたら、あっという間に出発時刻に。9時15分、いよいよトランスイート四季島が上野駅を出発。早速この旅行者さんは車内を探検することに。まず向かったのが列車の両端にある展望車。白を基調とした優雅な空間で車窓をダイナミックに流れる景色を楽しむことができます。また運転台もほぼ全て見ることが可能。次に向かったのはラウンジカー、ラウンジ木漏れ日。木漏れ日をイメージしたのか、樹木のような柱が特徴的。もちろんスタッフが常駐しており、いつでも飲み物や軽食を注文できちゃうのです。アルコール類も豊富で、軽食といってもキーマーカレーやラーメンなんかもあり、全てがハイクオリティで美味しかったとのこと。そしてまだ食事の時間ではありませんが、ダイニングカー、ダイニング四季島も見学することに。これまたペアで景色を眺めながら食事を楽しめるような配置と美しいデザインの部屋。記憶に残る料理をテーマに、沿線各地で採れる旬の食材などをふんだんに使った高級フランス料理のコースなどが振る舞われます。
そうこうしているうちに最初の停車駅である円山駅に到着。まだ初日の午前中にもかかわらず、この旅行者さんの満喫度はすでにマックス状態になっていたのだそうです。さて、トランスイート四季島の旅の様子を一部ご紹介しましたが、皆さんいかがでしょう。いや、こんなラグジュアリー感満載の旅行なんてしてしまったら、日常に戻ってこれなくなってしまうのではないでしょうか。このように今や大人気となった豪華寝台列車ですが、実はそこに至るまでには苦難の歴史があったことをご存知でしょうか。それではここからは寝台列車の歴史を見ていきたいと思います。寝台列車の歴史は古く、明治時代の1900年に山陽鉄道が日本初の寝台列車を提供。実は当初、主に出張に行くビジネスパーソンが利用していました。出張サラリーマンが特に好んで寝台列車を使った理由は、なんと寝台列車の移動速度が遅かったことにあったのです。一体なぜ遅い方が良かったのでしょうか。寝台列車が現れた1900年当時、今では新幹線で3時間程度で移動できる東京神戸間に20時間以上かかりました。さらに当時は宿泊施設の費用が今よりかなり高額。そう、寝台列車はそれなりに速度が遅かったため、宿泊も兼ねることができたことから、出張費用を安く抑えるというメリットがあったのです。つまり高額なホテルに泊まらなくても移動と宿泊がセットになった割安な寝台列車は、ビジネスパーソンには大きな魅力だったってこと。ところが1980年代に入ると、寝台列車が次々に廃止され淘汰されていったのです。一体何が起こったのでしょうか。それには2つほど大きな理由がありました。1つ目はライバルの出現。この頃になると、航空機、新幹線、高速バスなど寝台列車に競合する交通機関が次々と台頭。そう、もともとは割安で時間を有効活用できることが売りだった寝台列車も、より安く早い移動手段として登場した競合交通機関にはかなわなかったのです。実はこの傾向は日本だけではなく、欧米やアジア、オーストラリアなども同様で、世界的に寝台列車が衰退していくことになりました。さらに格安ビジネスホテルチェーンも急成長。わざわざ寝台列車を使わなくても、出張地に早めに到着して前泊する方が安上がりになってしまったのです。これじゃビジネスパーソンが寝台列車から離れていくのも仕方ないですよね。2つ目の理由が国鉄の民営化。1987年4月1日から国鉄が民営化され JR になりました。そう、鉄道が完全に民間企業になってしまったのです。国が運営しているうちは寝台列車が不採算の商売だったとしても見過ごされてきたのですが、民間企業になってしまったら話が別。利益の生まない寝台列車は事業縮小に向かうしかなかったのです。その結果、1986年にはあけぼし、1994年にはみずほ、2005年には朝風、桜、2009年にははやぶさ、富士などの寝台列車が廃止となりました。結局2015年には定期運行する寝台列車はサンライズ出雲とサンライズ瀬戸だけになってしまったのです。なんとも寂しい話ですが、もちろん JR もただ手をこまねいていたわけではありません。寝台列車には寝台列車の良さがあるはずだと考え、思い切って方針転換したのです。そう、寝台列車の料金を高く設定する代わりに設備をゴージャスに強化。そして寝台列車を移動手段ではなく、旅情を楽しむ体験手段に変えてしまったのです。
このような経緯で生まれたのが、先ほど紹介した豪華寝台列車のトランスイート四季島や七つ星 in 九州。これが大人気となり、寝台列車は見事な復活劇を遂げたってわけですね。豪華寝台列車が生まれるまでにはこんな苦難の歴史があったのです。ちなみに普通の寝台列車であるサンライズ出雲とサンライズ瀬戸がなぜ生き残ったのかご存知でしょうか。これらの寝台列車は1998年に運行を開始したのですが、うまい具合に航空機や新幹線の運行の少ない時間帯に移動できるようにダイヤを組んだことで、ニッチで安定した利用者のニーズをつかむことに成功したのが勝因だったと言われています。豪華寝台列車とは方向性が違いますが、これはこれでうまい生き残り策ではないでしょうか。最後に、実はトランスイート四季島には和のテイストもふんだんに盛り込まれており、なんと最上級客室には掘りごたつや畳を備えた2階建ての部屋があったり、ヒノキ風呂を備えた浴室まであったりします。いや、列車内に浴室、しかも高級なヒノキ風呂があるなんて、まるで夢の空間じゃないですか。ぜひたくさんの外国人の方に豪華寝台列車で日本の和を満喫してほしいものですよね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。